マイルドヤンキーの定義で知られる若者研究の第一人者で、マーケティングアナリストの原田洋平信州大特任教授、44イコール前博報堂ブランドデザイン若者研究所リーダーが19日までにツイッターを更新。80代のジップがコロナワクチン接種の副反応で深刻な健康被害を受けていると告白した。原田氏は5日間高熱が引かない父、意識朦朧とし、ご飯もあまり食べられない模様、本来食欲旺盛だが、看護師さんもお医者さんもおそらくワクチンの影響だろうと、がワクチンとの関係性を証明できないそう。接種後体中にできた発疹は水疱瘡を疑ったようだが、接種後の症状なのに検査の結果違っていたと報告。とりあえずの病名はワクチンの副反応による多形心室性紅斑と蜂窩織炎。前者は原因わからず、後者は副反応でなったのか、副反応でリンパ節が腫れ、痒くて引っかいた傷口から雑菌が入ってなったのか、わからないそうと困惑した様子で、わからないことだらけのワクチンが最大の高齢者大国で多くの問題を起こさないといいがと心配した。そして2回目はワクチンを打たない方が良いとお医者さんは言うが、そもそもそんなものを国が急いで国民に打たせて良いものなのかと、ワクチンの安全性に疑問を呈した。ジップは喜んで接種に臨んだが、家に帰るなり40度近い発熱で動けなくなったという。それまで元気だったにもかかわらず、体の一部が腫れ上がり、食欲がなくなった。東京都のワクチン相談センターか、接種会場に連絡するように指示されたが、接種会場に電話してもつながらず、たらい回しになった末、救急車を呼んで、接種会場の病院へ運ばれた。体の異常とワクチンとの関連性は不明。原田氏は、こんな医者でも原因がわからない副反応が出ている。人がいる状況で、1日100万回という根拠なき、スローガンを打ち出してしまってよいのか。オリンピックありき?と、ワクチン推進に不安を隠しきれない様子で、ワクチンが全ての人にとって救世主のように見えてしまっているのは問題かもと指摘した。